はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、キアです。今回も戦国バサー3宴やっていきます。今回は関ヶ原の戦い乱入ということで、いやこのね乱入はねすごく思い入れ深いです。ここでよく回ってました。はい、でまあとりあえずちょっと待ってくださいね。バサラ屋を、お、ちょっとバサラくじ引いてみようぜ。あんまり良くなかったですね。ちょっと良くなかったんでもう一回引きましょう。まあまだ引くべきものじゃないんですけどね、これ。あー、1割引きですか。あ、そうですか。1割になっても買えないんですけどね。はい、まあ、とりあえず行きましょうかね、乱入。いや、ここはね、敵がね、無限に湧いてくる場所ですね。まあ、装飾品が多分アイテム扱いかな。はい、ベン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 、懐かしい。ここめっちゃ回ってたんすよ昔、敵クソ枠から。お、みんなよく聞いてくれ。お、これより石田軍との交戦に入る。おそらくこれまでにない犠牲が出るだろう、うん、わしから言えることはたった一つだ。命を無駄にせず生きて帰ってくれ。いや、家康がマジで好きだわー。もう3の家康は好きっすね。めっちゃ、そんな顔をするなよ。わしは大丈夫だ。さあ行け。忠勝を作ったのは誰なんでしょうか。長宗我部とか。それはないか。こんな名刺が下せないわしを軽蔑するか、三成。お前には最後まで失望しか与えられなかったな。うん、1ステージずつ取っていくか。お、刑の奥底から響く悲鳴のような音色。悲鳴のような音色、見事な宝だ。うわぁ、投降、投降。いいっすね。投降。カゴの中の横よ、ケイが育てた価値ある歌、実に素晴らしい。いますな。我は行部だ。久しぶり。これ以上主の勝手はすかぬゆえ。まあ、この前4で戦ったんですけど。うん、これ何？ああ、行かせるってことか。邪魔させんってことかね。お、上空へ。とにかく敵を倒せ。染めつけろ、私のせいが様を殺す。山の向こうで鳴く鳥は、はい、ちょっと待って、これで見れる技、あ、ここで見れるかね。レベルアップでまだ何本か分かんない。新人だ、岩鳥だ。無事に帰るのだ。待っているぞ、戦う。一途な町人を演じるか。これ寒々しいものだな。けど後ろの正面は、わしは必ず勝つ。培ってきた絆の力で、貴様の北条など何一つ認めはしない。熱くなるな。この後に及んで聞きはしない。分かっているなら口をつぐめ。本田に集中しろ。
あの男は何だ。この後に及んで助人か。男だ。とりあえずこれ打っとけばいい。 あれはまさか。私か。歴史の影へと消えたはず。歴史の影理解せずともいい。どういうこと。歴史の影に望むのは歌だけだ。わしの歌。何を言っている。ねじれた心のきしみが生み出す稀なる音階。その聞き手となりたい。それだけの話だ。やはり貴様の友柄だったか。いらっしゃ。友柄。違う。あれは誰にとっても味方ではない。やば。アゼロ。戦火を広げる西軍なんかに負けてたまるか。幼子の遊びは嫌いではないよ。不思議だろうね。怨念や。やばいわ。ワクワク。奴の視界を封じて笑え。おりゃー。連中に秀吉様の意志を見せてやる。松永様の欲するところなくなりはしない。でもこれ戦ったことになるんだから、すぐに忘れるだろうからね。会議は見知らぬ男がどうでもいいんだ。この程度の宝飾を。松永めっちゃ怖い。そんなことは呼ばない。うん、頼め。誇り高き者の二つよ。K は表情豊かだな。とよく見せてくれ。秀吉様の兵を焼くのか。この焼くのか。秀吉。あ、秀吉はね、スリーでは出ないですよね。リストラ。かつて私が踏みしだいた若者。踏みしだいだ。貴様、今何と言った。あの太鼓を足蹴りか。はい。にわかにはうのめる。熱造で乱言で。おりゃ。秀吉様の過去。少し黙ってくれないか。少し黙ってくれ。名前だと。よいしょ。ただもう多いな敵。来るがよい。必ずや生きて帰る。地蔵を叩くよりは罪深いと思わないか。虚しいな。でしょう。目をそらさないでくれないか。目をそらさないでくれないか。これ打っときゃ助かるから。これで結構効果稼げるから。命と魂。兵が立っ飛ぶのはどちらだ。あの日の雷を気取るのか。でしょう。貴様ごときが。やっぱ取られたか。うん。何が不満だ。思い通りにいかないか。うん、私は存分に嘆いた。次は貴様の番だ。これどうしようか。いらないな。とりあえず陣壊してっか。これね、ずっと戦ってもね、撮影時間があるんで。忠義ならば下元の誰にも劣らぬ。はい。お尋ね者いたん。マジか。どうもいたよ。加護あれ。奴を捕らえてこの場に差し出せ。この場に差し出せ。いつしか私が撒いた力の信仰者か。だが欲望を知らぬ系から得るものなどない。貴様らは茨の庭だ。奴の足を差し出せ。松永様の望むものは我らも同じ。いやー強えな松永。うん、
大谷殿への受信を急げ。なんとか策が。なんとか。だろう。どうか援護。はいはい。うわーって言ったね。いぞ進撃。諸君、なぜ私の名で手を止めている。よしよしよし、とりあえずもう一個取ったね。で、攻撃力アップ。これがどれぐらい続くのかね。お、来るか。お二人来たね。オッケー。あれは必要こんな主もそう思わぬかね。いつなり様に続け。OK、我ら長将豊臣なり。めっちゃアイテム出てる。よし、さて、それで行こっか。うわ、二人はきついな。頭蓋が割れたか、中身はこぼれいずったか。おや、戦国最強、機嫌が傾いているようだな。我ら矜持を遮るか。はい、鬼も腹を抱える。ちょっと戦がどっか行きましたけど、終末の戦を遮られたのが気に食わないか。あるいは私の彼に送った犠牲についてかな。何この状態。今日は済んだ男だが、軽く仕組む、いや結構彼に不純を埋め込む気にはなれなかったか。主のようにけしかけとは望まぬでな。今日は即興の句をたしなむらしいな。歌わせてみればどれほど趣深いことか。おりゃあれは悲鳴の一つもありはせぬ。些細なことで立腹するのは進めないな。けど己自身を責めるべきだ。あーやべ、彼が楽しまないのか。私が彼を使おうか。させぬ。主がもたらす不幸を感じせぬ。交渉の心は明らかに深い。硬いなー。救い出そうともしなかった彼が最も罪深い。この星は何だろう。不幸をたっ飛ぶ軽らしくもない言動だ。いや、とても軽らしい態度と言うべきかな。良い歌をそらんじられるのは軽のおかげか。いや、これは礼を言わねばならないな。ちょっと大谷だけ書きやろうかな。家康様こそ、明日に光をもたらすお方。それで英雄を語るつもりか。これめっちゃ効果稼げるんだよね。三成様の憎しみは等しく我らのものぞ。いやー、K は初陣。とりあえずもうこれ打っときゃもう敵解けるんだよね。ならぬ、この道だけは。目が赤い。怖い。いや、結構アクロバティックにやられますね、大谷さん。え、怖い。だけはカゴに入れねば。ん、お、どうすんの。お、そんなムービーだったんだ。東証の歌はこの場にて結ばれる。今日
次の語り部とするのも終わり。ちょっと千人倒してこや。待ってくれ、三成。あの男に備えなければ。黙れ。黙れ黙れ黙れ。貴様もあの男もついに広がる十六咲きだ。十六咲きだ。いや舞台見てるからさ、セリフがあこのセリフなんだみたいな感じで。なぜ怯える。そう、舞台見てたからね。わからないな。あ、やっぱりゲーム参考にしてんだなと。悪くないな。ウサギを追うのは嫌ではなかった。まあとりあえず行きましょうかね。まあ関ヶ原は相変わらず、見え上部が貴様を侮るなと言った。加減はしない。ちょっと倒したいけどね、キリがないので。行きましょう行きましょう。はい、お、これどっちの BGM 流れんの。あ、家康か。いや、やっぱ家康よね。いや、この BGM めっちゃ好きなんですよね。僕は家康だけど。私だけを聴衆に奏でよ、登場。文字通り音を上げろか。望み通りの雑音だ。この演奏に耳を浸せ。 K の歌には関心もあるが、いかにも単調だな。ゼロ、深みとも言える濁りが足りないようだ。当初 K に送った犠牲は役に立ったようだな。送られてなどいない。全てわしが選んだ道だ。貴様は行部を撃った。この私をも殺した。とも、あ、忘れた。ああ、忘れ去られた主が気の毒だな。絆の敵松永史跡でお前を認めはしない。私がもたらすこれも絆だ。何が違う。ケア実に奔放だな。だがそれでこそ心よい。あ、惜しかった。さて、Kには何を与えれば面白くなるか。得るべき現実などたった一つだけだ。貴様を斬り、家康を斬り、この罪を殺す。垂直な目だ。やはり経緯は不純なんだ。かつて彼を狂わせたのは。もう戦が作るか。もう来た。いやー音楽いいね。単なる喪失を恐れるか。やはり今日も人だな。歌の結びぐらいは本心を語るべきだ。口にするといい。家康倒そう。対しての本音をね。決して聞かせはしない。お前にも三成にも。お前にも。おお、やりゃん。燃えろ燃えろ。もうやるやん。はい。よし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 。聞こえるか東照。K の音色の終止符だ。はい。ハゼ。テテテ。
どうなった？おお、舞台通り。この、すごいバカ力やな。刑に預けた犠牲は美しき歌を紡いだ。誰からの理解も求めず、理想のままに邁進できるその心、実に見事なものだ。地獄絵図よな。そう、Kからはここをもらおう。歴史がめちゃくちゃや。聞こえるか、今日次なる宝を育てるのはKだ。東証は犠牲を胸にこれほどまでに飛躍した。濁りなきKからはどんな音色が生じるか、それを知るためK にはあるものを預けようと思う。結構俺トラウマだったような気がするんだよな、当時見た時。絆の喪失という名の不純を。一つはすでに途切れてしまっているがね、この残り一つを失った。田中は今どこにいんだ。どう生きるか。田中生かしたの。よせ、やめろ。家康を殺すのは。そう、Kからは絆をもらおう。私だ。これね、ちょっと結構トラウマでした、このムービーは。確か、はい。お、あ、見れてない。アップ攻撃金13まで上がった。コンボマスター、コンボマスターを習得しましたよ。はい、最終章ですね。松永久秀はひどく空いていた。空いていた。徳川と石田、両勢力が崩壊したことで連綿と続くことが確定した果てしなき乱世、その中に自身の欲求を満たしてくれるほどの宝を持つ者はすでにいない。欲求とか、彼は赴いた。かつて自身と幾度となく杯を交わし、物静かに語り合うに足りた。次なんだっけ。とある人物と、とある人物、もう一度だけ言葉を交わすために。人とは不便なものだ。どう生きようとも自然と乾き、はい、水を欲する。ならば現世とは広大なる好き道そのものでしかない。はい、そうだろう、信長公。あ、信長か。堺、怖いな信長。堺だって。はい、ということで今回はね、一旦ここまでしたいと思います。ちょっとね、ゲーム中ね、夢中になりすぎて全然実況になってないんですけどね。これでもね、見てくれる方いらっしゃいましたらね、よかったら見ていただければと思います。ではご視聴ありがとうございました。